ワンバンコー小崎奈緒でーす。録画のために解像度を落としてやっているんですが、これでずっとスプレンダーをやっていたら、元の解像度に戻したときに、なんか、こう、文字ちっちゃくて見づらいなと思いました。はい、ということで、今回から、小物、首輪と、カバン、あとは、できれば顔の中身までいけたらいいかなと思っています。はい。じゃあ早速作っていきましょう。あ、の前に、一応この紐追加しました、紐。こんな感じで。はい、紐を追加。あと首を少し調整しました。首はまあ別に、こだわりのある人はどうぞって感じ。あとはまあこの辺がなんか変な風にこう線を入れたり、袖がちょっとだけ丸くなったりとか、そういうレベルです。はい、こんな感じで、ちょいちょい修正を入れていました。はい、じゃあまず首輪を作ろうね。首輪は別のオブジェクトとして作っていきたいかなと思います。まずは、左右非対称だから、まあいいやということで、作成から、円柱かな？円柱がいいね。円柱を出しま、シフト C、コントロール、オルト、シフト C、原点を 3D カーソルへ移動。で、もう一回コントロール、オルト、シフト、C をして、ジオメトリを原点へ移動とやると、まあ、オブジェクトがその真ん中に戻りますが、オブジェクトを出す前に、原点をここに移動させておけば、何にも考える必要はなかったのかなというふうに感じます。はい。あ、20がいいぐらいだね。はい。いい感じです。そしたら編集モードにします。JZ。で、上の面を持って、GZ。ウィニオンと。今はとりあえず、大きさは考えずに、首輪だけ作っていきたいと思います。なんで体とかその他は全部消していきます。面はいらないと。この面もいらないと。そんで、辺選択。オルト、ミニクリックでループ選択。E キーを押して、S キーを押して、こんな感じ。厚さはこれぐらいでいいよね。で、S、Z。で、縦の高さ合わせる。うん。あとは、うちが、ここ、面張りめんどくさいな。で、ここちょっと切り離したいね。 GY、 ここをくっつけるべきか。ここをくっつける。ここの面を削る。これを EY、 ここを面張り、面張り。ここまでくっつけるぞ。はい。したら、
か一個いつも消えてもらって思い消して、はい、そして面張り、面張り、いいんじゃないですか。うん、この真ん中に合うように、真ん中に合うように、こう適当にこうぴょんぴょんとぴょんぴょんとやって、この角っこを別の角っこにぶつけると。そしてこれをいいキーで伸ばして、でこれを伸ばす。そうだね。これは突き刺してしまって OK かな。突き刺して終わりにしちゃおう。作成で、トーラスというのを作ります。トーラスポンするとこういうのが出る。でここ下に下げると大セグメント数というのがあって、これがねこう縦のラインかな、うん、の数を表しています。小セグメント数はお察しの通りそっち側ね、うん、は8、これが小半径、これが大半径ということですね。
はい、首輪ができましたので、カバンを作っていくよ。カバン。僕に任せて、カバン。ということで、カバンが完成しましたね。首輪とカバンが完成して、まあ、大体全部作ったかなっていう感じです。ということで、顔の中身作っていきたいと思います。で、顔の中身なんですけれども、VR チャットだとよく使われている手法が、こんな感じでね。なんだろう。後ろっ側に空間を作って、で、黒目だけ、こういう黒目をここにつけるっていう手法が結構取られています。こんな風にね、目が動くんだよ。なんだけど、このタイプでやると、こう、横を向いた時にね、白目の、ここが欠けて見えるというか、なおちゃんはここが、ここあるのがね、すごく好きなので、後ろ側にこうやって、やる方法は使いません。普通に球体をここにはめ込むような形でやっていきたいと思います。
はい、じゃあまつげを作っていきたいと思います。まつげもまつげは顔と同じオブジェクトで作っていきます。こうやって必要な部分っていうとここまで必要だね。うん、ここまで必要。こんな感じかな。まつげになりそうなところちょっと多めに取っておくといいかもしれないよで3を押して Shift D で Y を押すで E キーを押して Escape キーを押す。したらそのまま GY でちょっと厚みをつける。 OK。あとはこれを整えていく感じです。いいんじゃないですか。はい、ということでおはようございます。日付が変わりました。小崎奈緒です。じゃあ顔が作り終わったので、口の中作っていきたいと思います。でまずは後ろの部分は、いらないのでいろいろと消していきましょう。口ですね。口、ここを切り裂きます。選択して、V キーを押してエスケープ。そうすると、口をね開けることができる。ちょっとスペースを開けておくと、編集がしやすいかなと思いますね。元から開けといてもいいけど、はい、そしたらこっからですね、伸ばしていきますよ。こうやって、E キーで伸ばす。S キーで広げる。あ、ちょっと難しいね、それはね。ここを持って引っ張った方がいいかもしれない。寝起きで声がうんちで、H を押すと非表示になる。こんな感じにしてから作ると作りやすいかもね。赤い壁があればいいという話です。まあ多少は、形を気にすることもあるかもしれないけど、そんなだよね。こんな感じかな。あとは、面張りでもしておこうか。面張り。はい。これで、とりあえず、口の中の壁は完成ですね。円柱を出します。クリッピングを外し、脇に出す。で、厚さを決める GZ。歯の厚さ。
また例のごとく上と下の面は消します。そんで、真ん中を消します。そんで L で G 真ん中をくっつけます。くしゃこーんで、クリッピングを C、 こっから後ろは入れないです。消してくださいそしたらこっからここまで選択して、E キーをします。これで口の中身も完成しました。あ、下の歯なんだけど、下の歯はね、作りたい人は作ってください。なおちゃんはいらないかなと思っています。下の歯ね。上の歯は必要だけど、下の歯は特に必要がないかな。あんまり見えないし。見えたところで、あんまり可愛くないかもしれない。はい。オルト H。さあ、どうでしょうか。皆さん、完成しましたか？できましたか？口の中身、見えないんで、あんまりこだわるところではないんですけれども、まあ、一通り作って、ポリゴンがもし余っていたら、もっとね、このリボンとか、リボン？紐とか、ね、リボンとか、作れるものを作ってしまった方がいいかもしれないですね。というところでした。はい。これで、まあ大体、モデリングは完成ということになります。うん。さあ、長かったモデリングもこれでおしまいです。これでおしまいです。とりあえず、形を作るところはこれでおしまいになります。うん。次はですね、ボーンというのを入れていきます。先にテクスチャーを貼ろうかと迷ったけど、ちょっとね、動きが変だとテクスチャーを作る前に、修正しないといけなくなっちゃうから、先にね、ボーンをやっていくよ。それはまた次回。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。めちゃめちゃ長かった。録画時間だと3時間半だね。アホ。でも動画だともっと短い。はい。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイニャー。